アトラスグローバル旧アトラスジェットはトルコのイスタンブールを拠点とする航空会社である。同社は2001年3月14日に設立され2001年6月1日に運航を開始した。かつての社名はアトラスジェット国際航空でありオガーホールディングズの子会社であった。2004年に ETS グループが株式45%を取得し2006年2月には オガーホールディングズから株式を取得し90%を保有していた。2015年4月1日、ブランド名がアトラスグローバルに変更された。2019年11月26日、資金繰りの悪化を理由に運行一時停止。これは2015年から2016年に遡るトルコでのクーデターやテロによる旅行需要の低迷をきっかけとし、2018年下半期の 急激なリライアスの影響を受けた国内旅行の減少などが要因とされた。こうした需要源による経営悪化は利益を確保し持ち直し始めていたものの2016年と2017年に生じた損失をカバーするにはまだ十分でないとしこの間に経費削減のためのリストラ計画を進めキャッシュフローを改善するとしていた。2019年12月22日 イスタンブール発ロンドン行きのフライトを皮切りに運行を再開。2020年2月14日、資金繰りなどを理由に裁判所に破産法の適用を申請し、事実上倒産した。主に、イスタンブールのアタチルク国際空港を拠点として、トルコ国内に14路線を持ち、国際路線においてもイギリスロンドン北キプロスのエルカン、イングランドマンチェスター、セルビアに主に、 定期便を持つほか、ヨーロッパ各地にチャーター路線を有する。アトラスグローバルのエアバス A320 から2002017年2月現在、アトラスグローバルが保有する機材は以下の通りである。アトラスジェット4203便墜落事故で喪失した機体。ワルシャワショパン空港にて撮影。事故機の URAJC ウィキメディアコモンズには、 アトラスグローバルに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。